ボビー・パラス中もらって、レオライオンズ外からコービー・パラス来た、スリーポイント、ここはもう体をねじ込むようにして持っていきました。飛びた、下がって中に入れて、うーバスカットだ、さあ走る、アシュリー来た、タンオーバーからの得点、博多が先頭、タランチョン走っていましたが、そこにはパスは通らない、フェルプス、ここはかわしてシュートです。アルティーリチバの非常に厳しいディフェンス、そしてここはスピードがある、あーっとオフェンスリバウンドからホイッスルありません。レオライオンズが今起き上がろうというところですが、ただその前のプレーのところで、あ、まだレオライオンズが立ち上がれていません。ここでファールをもらっ、フェルプス外からクリーナーのスリーポイント、ただ岡田フローター、早く攻めるところですが高さ当たる、大滝、さあ残り5秒だ、レオのスリーポイント、ディープスリー来た、星野中に入ってきた、星野よしひこ決めていきました。いや、高田河野を呼ぶ、さあ河野はテルプスにボールを入れて決めていった、同点、杉本だ、杉本外から岡田、ここは来ない、いやしかしオフェンスリバウンド、いやここは強いバスケットカウント、リバウンドメネル、ビッグプレーが出ました。ここは粘っこいオフェンスリバウンド、これよく取りました。その後、いやこれでフェルプスも5ファール、星野決めていった、岡田、杉本、ラブネル中入ってきた、ダンク、残りは3秒、2秒、あーここも決まらない、そして試合終了、79対74。